ねばならぬ相手がいる。拙者の後を継ぎ影の人斬りとなった獅子王誠が国を脅かしています。国取りを開始するぞ。奴が国を取れば多くの人が苦しむことになる。日本の未来はあなたのその権利。奴はまだ生きてる。命が惜しければ奴を探し出して民衆の前で晒し首にしろ。やめて。最終局面だ。俺はお前を倒すために全てを捨ててきた。生きてさえいてくれれば絶対に直してあげるから。イライラするな。お前の命も一人の人間の命もっと楽しませろ。流浪に献身伝説の最後編。